ハゲタカは作家、真山マ氏による経済小説シリーズ。第一作、ハゲタカが2004年にダイヤモンド社より刊行された後、登壇社よりシリーズ化された。期間5作品及びスピンオフに作品。バブル崩壊後の日本を舞台に、当時、ハゲタカファンドと呼ばれた短期的な利益獲得のみを目的とした投資ファンドと、それを取り巻く人や金を描いている。 1> 第1作と第2作、バイアウトを原作として、2007年に NHK 総合と BS ハイビジョンの土曜ドラマにてテレビドラマ化。2009年には続編となる映画も制作された。2018年にはテレビ朝日で再ドラマ化。2019年にはスピンオフ作品、ハゲタカ4.5スパイラルがテレビ東京で。 スパイラル町工場の奇跡のタイトルでドラマ化。主にバブル崩壊後の1997年から2004年2005年から2006年の日本を舞台としている。本2作品は外資系、バイアウトファンドマネージャーは静正彦、及び銀行員から企業再生化に転じる柴野武雄を中心として彼らが不良再建処理や、 企業買収を行う姿を軸に話が展開する。このことから、一見すると、ハゲタカガイと国内資本の対立をテーマとした小説のように受け取られる可能性がある。しかしながら、作者自身はこの作品のテーマについて言い訳をしながら生きることはもう止めようと述べている。つまり、作者が描きたかったものは勇気を持って、 日本の国が抱える問題を制止する和志津や柴野の姿勢である。この作品に登場する架空の企業のそれぞれモデルになった企業は以下の通りである。このことは読者が本2作品に親しみやすくする効果を持っているが、作品中に書かれている記述はあくまで架空のものであることに留意が必要である。和志津正彦はニューヨークで ハゲタカファンドの世界に身を投じ、ゴールデンイーグルと異名を取るスゴウデファンドマネージャーとなった。彼は外資系投資ファンド、ホライズンキャピタルの代表取締役として1997年に日本へ帰国した。当時、大手都市銀行の山陽銀行は不良再建処理の一環としてバルクセールを予定しており、山陽銀行資産流動対策室長。 芝野武夫と和室正彦とは取引の当事者同士として出会う。バルクセール終了後、芝野はターンアラウンドマネージャーとして和志津の下で働くよう誘われるが、和志津の人柄に相入れないものを感じて断る。芝野はまた山陽銀行の体質に疑問を持ったため退職し、栃木県のスーパーマーケットのターンアラウンドマネージャーに転じる。一方、 和志津は不良債権処理だけでは飽き足らず、本格的な企業買収に乗り出す。柴野の元上司であった山陽銀行専務の飯島、良介と裏のつながりをつけた和志津は、破綻した東京総合銀行や、債務超過していた大手菓子メーカー、太陽製菓などの買収に成功した。しかしながら、政府系地域再生ファンドを隠れ身のとして、 日光の全面的な再開発計画を立てたものの、日本政府の干渉によって断念することになった。以上の経緯の後で、和志津が芝野と飯島に接近した本当の理由は、ビジネスに関するものではなく、個人的なものであったことが明かされる。前作の最後で取った行動のため、命に危険を感じた和志津は日本から一年間、離れて放浪していた。帰国後、 名門企業と謳われた鈴棒を最初の買収対象にした鷲津だが鈴棒のメインバンクの UTB 銀行と対立することになる。UTB 銀行の頭取りに就任していた飯島は最高事業最高築者責任者として柴野を鈴棒へ送り込む。鈴棒の処理が決まった約1年後、柴野は経営不振に苦しむ総合電機メーカー。 アケボノ電気の黒に就任していた。カリスマ経営者、滝本誠一郎を率いる日本を代表する、有料企業社員や、将軍こと元アメリカ国防長官のウィリアム、カッツェンバック率いる米国の巨大軍産ファンドである、プラザグループによるアケボノ電気獲得の嵐に、柴野と和志津は巻き込まれていく。前作における将軍との戦い以降、和志津は、 いつまでも変わらない日本という国に対する憤りを感じていた。そんな時、鷲津徹のもとに、外地毛と名乗る人物が接触する。中国における若手ファンドマネージャーである、外地毛による、日本最大の自動車メーカーである、赤間自動車の買収劇。赤間自動車内部の分裂、中国政府の関与など様々な利害が渦巻く中、鷲津は、 史上最大の買収決戦に臨んでいく。リーマンショック直前、和ズはアメリカ経済を長きにわたり経営してきた超巨大企業アメリカンドリーム社の買収を目論んでいた。その前に圧倒的財力を誇る市場の守り神ことサミュエル・ストラスバーグが立ち塞がる。国家権力まで使ったストラスバーグの買収妨害にあった和ズはアメリカに宣戦線布告。 AD 社破綻の X デーに向けオールイが動揺し、来たる金融危機に向け、アメリカ政府も動き出す中、ワシズの胸には、ある衝撃的な戦略が秘められていた。カッコ内は、小説作中の架空企業 NHK 総合を呼び、NHKBS ハイビジョンの土曜ドラマは国にて、2007年2月17日から3月24日まで、毎週土曜日に放送された。 連続6回。原作は、ハゲタカ、バイアウト。テレビドラマの続編として、テレビドラマと、ほぼ同キャストスタッフにより、映画が制作され、東方配給で2009年6月6日に公開された。原作は、ハゲタカ、ハゲタカ2、レッドゾーン。 テレビ朝日系の木曜ドラマは国て2018年7月19日から9月6日まで毎週木曜日21時から21時54分に放送された連続8回原作はハゲタカハゲタカ2スパイラル町工場の奇跡と題しテレビ東京系のドラマビズは国て2019年4月15日から 毎週月曜日22時から22時54分に放送。原作は、ハゲタカ4.5スパイラル。AB、アヤの号でハゲタカ。企業買収劇9年ぶり実写化。テレ朝系、気球で7月スタート。サンスポ、コム、https、ps. www. サンスポ .com、アーティクル、2018万516リビコイ2リットル。 ゴライトドクフェメビーズム7僕2018年5月16日閲覧 AB 玉城博士テレ東連続ドラマで初主演ハゲタカシリーズのスピンオフ作品をドラマ化満タンウェブ https 万タンウェブ .jp アーティクル2019228ドッグ00レーレー メートル2億8万 4000CHTML2019 年3月1日、閲覧。AB 土曜、ドラマ、ハゲタカ特集ボリューム1、日本が抱える問題を制止し、とウイキを。ま山ひとし、人まやオフィシャルホームページ2006年12月11日。ありがとうございます。